よろしくお願いします。お願いします。まず最初に、瀬尾さん、元航空自衛官からエンジニア、ベンチャー社長とこうかなり変わった経歴をお持ちかなと思うんですけども、自己紹介も兼ねて会社紹介をお願いします。はい、わかりました。ライトアームの代表取締役をしてます瀬尾と申します。よろしくお願いします。私の自己紹介からお伝えしますと、もともとは高校卒業してから航空自衛隊に入りまして、気象隊という天気予報に関連する部隊で仕事してました。当時1994年に入隊したんですけども、航空自衛隊、国防用のシステムっていうのは一般企業よりも3年以上先を進んでいて、当時、まだインターネットがダイヤルアップ接続だった時代から、もうすでに国防用のシステムっていうのは多くの技術を活用していたんですね。でこれが将来、自衛隊以外に一般企業に普及してくると、ものすごく世の中変わってくるだろうというふうには見ていて、多くの仕事が自動化されてしまう、ということは肌で感じてました。なので、私が将来自衛隊で経験を積んで一般企業に入ろうと思ってたので、その時にシステムを作る側に回っていきたいと思いで IT 業界を選びました。でそこから自衛隊を出たのは23歳だったので、17年間IT 業界で様々な経験を積んで、コンサルティングであったり、開発部長として、開発メンバーを率いる経験とか、自分自身がプログラマー、システムエンジニアとして開発の一線で働いてきたというのも経験した上で、40歳を機に、IT ベンチャーを立ち上げました。で、会社を立ち上げてから、この今6期目を迎えるんですけども、この6年間は、紆余曲折あって厳しい時期もありましたけど、いいメンバーにも恵まれて、順調に会社も大きくなってきてます。で私どもそのシステム開発というところは、客先に常駐型のエンジニアを常駐させて開発のお手伝いするケースと、受託開発として持ち帰って開発をする、そういった事業を中心に持ちながら、もともと私が得意としていたコンサルティングの分野の事業、そして、販売代理事業も今拡大をしてまして、ライトアームというのは右腕を目指す企業なので、お客様のそのサービスの販売促進をお手伝いするために、販売代理事業というのをやってます。で、毛色の違うところだと、4つ目に立ち上げた事業がブライダル事業でして、これからコロナの影響などで、なかなかそのリアルな場での人との出会いというのが制限されてきたりしていくので、より、結婚相手を見つけるのは非常に難しいだろうというのを見ていて、なので、インターネット、ウェブを活用したマッチングシステムを使って、婚活事業ですね、というのを去年の10月に立ち上げて、今、成長させている状況です。で、今後なんですけども、基本的には、IT の事業で作ってきた利益を積極的に新しい事業に投資をして、もう多種多様な事業をうちは立ち上げていくと、さらに、できるだけ早いタイミングで海外のマーケットっていうのをに挑戦していく企業でありたいと考えていますので、今コロナという状況でかなり世界、日本だけではなく世界もいろんな危険な状況でありますけど、これが収束した後にはすぐに海外に進出していきたいと考えています。はい、ありがとうございます。最後に冒頭でお話ししたウェブサミット、いわばスタートアップのオリンピックというふうに言われてるんですけども、このようなグローバルチャンスについて何か一言いただければなと思います。私が IT 業界入ってた20年前っていうのは、まだまだ世界は遠くて、どちらかというと、アメリカンドリームのような、海外に出るということは夢に近かったんですね。で、それがこの20年の間に現実的になってきた。だけではなくて、今日本のその経済というのはある程度その高齢化社会だとかいう部分の原因になってますけども、経済成長というのはある程度頭打ちしてきたというところもあります。だからこれからの若い世代はもう日本人であるのはもちろんなんですけども、自分が日本人ではなくて地球人だって考えたときに、どこのマーケットでより
自分の力を試すべきかって考えたときに、もっと世界に目を向けていくべきだし、どんどんその世界にチャレンジしていくことで自分の成長も加速していくので、積極的にこういったサミットみたいなのを活用して、海外へのチャンスを掴んでもらいたいなと思ってます。力強い言葉をありがとうございました。